ワンダルザートはイタリアのバイオリン奏者。ミラノから移住してきた高級管理の父と歌手の母の下にバレーゼでワンダビターリとして生まれるも1920年に父が他界し後に母親が再婚したことにより本名はワンダルザート・カルピとなった。幼少時よりアリオダンテこっちの下でバイオリンの手ほどきを受け5歳の頃には人前で演奏するほどになった。 その後、ミラノ音楽院に入学して、アルベルト・ポルトロニエリのクラスでバイオリンを学び、12歳で卒業している。1932年には、ウィーン国際音楽コンクールで、ジネット・ヌブーと同着の4位入賞を果たし、審査員だったイエネー・フバイに見染められて、フランツリスト音楽専門学校のフバイの下で、研鑽を積んだ。フバイの下で学んでいた頃にも、ウィーンやミラノで、 演奏会を開き、第二次世界大戦が勃発するまでに、ルーマニアのほか、デンマークやスウェーデンにまで足を伸ばしている。第二次世界大戦中はハンガリーに泊まったが、戦後は欧米各地で演奏を行った。1964年には来日もしている。1965年からは鳥の音楽院、その翌年からは母校のミラの音楽院でも、教鞭を取るようになった。 ミラノにてボツ。RH-0028CD ボックス。ワンダラゾット。2017年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年12月31日閲覧。ワンダラゾット。イエネーハベース。モーストタレンテッドピューピルアフターベックシー。2017年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月31日閲覧。ワイビンジャー、マイケル、ワンダラゾット、メロクラシックス、ピアニッシモ、2から7、A シン B、レイチルバス q p に。ありがとうございます。